人生うまくいく時期もあれば、何をやってもダメな時期ございますでしょ。それうまくいかない時期ってスランプって言いますけどもね。じゃあダメな時期どうしたらいいかというと、私がしょっちゅう言いますけれどもね、スランプの時期っていうのはね、これはデパートや何か商店で行きますとね、棚卸しの時期なんですね。自分自身の知識、教養、技術、そういったものや何かをね、自分の中に溜め込んでおいて、で、そして、運と開運の時期っていうのがありますからね、開運の時期が来た時にね、パッと、お店のね、扉を開いてね、さあ、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、つって、お客様が入ってきます。で、その時に、あれありますかって、はい、ございますよ。これありますかって、はい、ございます。何でも、あれ、すいません、ありません。苦手です。ということがないように、その時に、つまりスランプの時に、売り物の商品を、ありとあらゆる商品を揃えておきなさいという、そういう時期なんですね。ですから、スランプというと、なんかマイナスで落ち込んでね、何やってもダメっていうふうに思いますけど、それはもったいない話で、そうじゃないんですね。とにかく商品が売れない時っていう、そういう時は、まず仕入れを大事にしましょう。仕込みをね、うんとしとけば、そのバーゲンセールをした時にね、大繁盛して、まあ鼻売れに売れるんですよね。それがスランプの過ごし方ですね。で、絶好調、イケイケどんどんの時期はどうしたらいいか。これは簡単です。買って兜の尾を締めよう。ということでね、ほどほどにしとくんですね。あまりね、とにかく得意になって、あれもこれも手に入れてね、うはうはしてます。もうこれ以上欲しいものはないという具合にね、なっちゃいますと、政府の法則が働いて、ぶり返してひどい目に遭いますからね。ですから、それが来ないように、手綱を引くことですね。絶好調の時は、その手綱加減です。で、それが一番大事な、人生の過ごし方だと思いますね。で、昔の人は、負の先払いをしてましてね、お家なんかこさえて、もう絶好調で、わあ、嬉しいという時に、お胸上げ式の時にね、上からね、通る人たちやね、近所の人たちにね、お餅であるとかね、おごちそうを振る舞ったり、お酒を振る舞ったり、ポチ袋と言いますけどね、それの小さいのにね、五円玉だとか、五円あるようにって言うんで、そういうものを入れて、パーッと上からばらまくんですね。マイナスでしょ？先にマイナスを作っておくんですよ。と、そうすると、そのお家を作ったためのね、プラスを得るとマイナスが来る。そのマイナスを自分で承知して作っておくと、その時に驚き慌てなくて済むという、そういう生活の知恵が昔の人はございましたんですね。で、そういうものも、役の払い方っていうものも、そういう払い方があるんですね。人生というのはほどほど、何事もほどほど、というのがいいんですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。